今日はね、めちゃくちゃ喜ばれる梅雨だくカルボナーラを作っていく。これめちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃお酢。春休みね、お子さんおるところとかめちゃくちゃ忙しいやん。これね、一瞬でできるし、彼氏さんとか旦那さんとかね、大事な人にも作ってほしい。あ、お友達にもすいません。フライパンにね、オリーブオイル引いて、ベーコンをね、カリカリに炒めていくよ。こんな感じで OK。じゃあ、生クリームと牛乳をね、はい、入れていって、あ、いい感じです。はい、で、火つけてね、はい、粉チーズも入れて、で、ふつふつしたらね、塩でね、ちょっと味整えね。はい、OK。そしたらね、はい、パスタを折りたたみましょう。いいとね、焦げん程度に、はい、OK。こんな感じで、もう好きな量を炒めて。はい、炒めてじゃで、最後に卵黄入れてね、こんな感じで溶かす感じ。もうほら、あえるだけ。もう超簡単。超簡単すぎてさ、もうどこにもね、もう取る着がなかったわ。もう足りんかったわ。はい、で、黒胡椒入れてね、もうつゆだくじゃん。ほら、見て、つゆだく、つゆだく。これにね、玉ねぎとか、ほうれん草とかね、もうめちゃめちゃ好きなもの、自分のもぶっこんでいいんやけど、私はシンプルに一番このベーコンだけっていうのがめちゃめちゃ好き。めちゃめちゃこれ最高です。完成です。今日もありがとうございます。